ニューポートジャズフェスティバルは、ロードアイランド州、ニューポートで毎年8月に開かれる、ジャズフェスティバルである。1954年にイベントプロモーターの、ジョージ・ウェインによって始められた。1984年より、日本ビクターが、スポンサーにつき、正式名称は、JVC ジャズフェスティバルニューポート、RI となった。また、姉妹フェスがニューヨークをはじめとする複数の都市でも、 開催されるなど、今日も、活況を呈している。日本でもマダラオ高原にてこの名を冠した、ニューポートジャズフェスティバルインマダラオが1982年から2003年まで開催されていた。フェスティバルの大部分は、ラジオ局のボイスオブアメリカによって放送された。また、その演奏の多くは録音され、 様々なレコードレーベルからリリースされている。その中でも有名なパフォーマンスとして1955年のマイルス・デイビースによるラウンド・ミッドナイトのソロ、そして1956年のデューク・エリントン・オーケストラのディミルエンドクレッシェンド・イン・ブルーの長時間にわたる演奏がある。アルバムマイルズ・モンク・アット・ニューポートは1958年の マイルスと1963年のセロニアス・モンクのフェスティバルでの演奏を収録したものである。このアルバムでマイルス、モンク以外の注目すべきソロイストとしてはジョン・コルトレインと p v ラッセルが挙げられる。この時のマイルスのバンドはこの後コロンビアレコードよりマイルズコルトレインと銘打ったアルバムをリリースした。一方、デューク・エリントン・オーケストラの1956年の 演奏を編集したエリントン・アット・ニューポートでは、ポール・ゴンザル・ベスによる27コーラスのサックスソロが話題をさらった。彼のステージパフォーマンスは観客を熱狂させ、暴動が起きる寸前だったという。しかしながら、彼は本来使うべきマイクではなく、誤ってボイス・オブ・アメリカのマイクに向かってプレイしていた。アルバムの編集にあたって、 この伝説的なディミヌエンドアンド and c r ン s c e n t の演奏はそのまま収録されたが、オリジナルアルバムの片面には、フェスティバルでの演奏を忠実にもした、スタジオライブ音源が使用された。これは、エリントンの意向ではなく、音質や音のバランスの問題を解決するための措置であった。1996年にフェスティバルを放送した、ボイスオブ、アメリカ保有の録音テープが発見され、 これをもとに新たなリマスタリングが施された。その結果、ゴンサルベスのオフマイク気味のソロ演奏を含むいくつかの問題点が解決し、40年前のフェスティバル当時の演奏が蘇った。1957年のフェスティバルでのエラ・フィッツ・ジェラルド、ビリー・ホリデー、カーメン・マクレーのパフォーマンスは、アルバムエラ・フィッツ・ジェラルドビリー・ホリデー・アット・ニューポートとして翌年に、 リリースされた。1958年のフェスティバルの模様は映画真夏の夜のジャズでドキュメント化された。1960年にはニーナ・シモンが同年夏のフェスティバルのライブを録音したアルバム AT ニューポートを発表した。その一方で、この年は音楽に夢中になり、荒れ狂ったファンが大騒ぎを起こし、周辺が会場に呼ばれる事態となってしまった。 この騒動によってフェスティバルは中止の危機に追い込まれた。日曜の午後のマディ・ウォーターズの演奏後、フェスティバル会場で会議をしていた詩人のラングストン、ヒューズにこの情報が伝えられると、ヒューズは即興でグッバイニューポートブルーズという歌詞を書き、ウォーターズのステージに持ち込んだ。そして、この詩を使った即興演奏がウォーターズのバンドによって披露されると自ら、 ステージアナウンスを行ったのだった。ヒューズの詩は、ウォーターズのピアニスト、オーティス・スパンによって歌われた。この演奏は前日のウォーターズのアルバムの最後に収録されている。中止の危機にさらされながら、翌年の1961年にもフェスティバルは開催された。この年の主要な出演者には、雨でめいっていた聴衆を、ペニーズ・フロム・ヘブンの演奏で喜ばせた、デイブ・ブルーベックや、 キャノンボールアダレーなどがいた。1971年には、フェスティバル2日目に会場に入れなかったファンが作を破って乱入する事件が起きた。フェスティバルは中止となり、以後1972年より9年間、開催場所をニューヨークに移した。1973年、カーネギーホールで行われたフェスティバルにおけるエラフィッツ・ジェラルドのパフォーマンスは、アルバム、 ニューポートジャズフェスティバル、ライブアットカーネギーホールとして発表されている。この他にも、カウントベーシー、レイチャールズ、ジョン・コルトレーンなどが、ステージ演奏をアルバム化している。日本人アーティストでは、1957年出演の秋吉敏子を、はじめ、1965年には、広田美恵子が、1967年には、原忍と、シャープスフラッツが、 1968年には渡辺貞夫が、1999年には松井恵子が、2014年にはトランペット奏者のソネマオが出演している。フェスティバルは当初ベルビュー・アベニューにあるルイスとイレイン・ロリラードの所有地ベルコートで開催されていた。この場所は現在はベルコート・キャッスルと呼ばれ、ティネー家が所有している。現在のフェスティバルは ニューポートの港に隣接したフォートアダムス州立、公園並びにニューポートカジノにて開催されている。ありがとうございます。